このカードが発表されて、まあ、一番自分がちょっと、まあ、ワクワクしています、日本の格闘技や世界の格闘技本当に注目するカードだと思います。世界が見てもこのカードは本当に、見たいカードだと思います。キックボクシング対総合格闘技、今の、 あの日本の格闘技界で、まあ、一番最高のカードだと思うんで、もう旬のうちにこうできるっていうのはすごい、やっぱライジンでしかできないことだなと思いましたね。はい、あどっちが強いんだろうってやっぱそのファンの中でなんだろう会議が起こるぐらいじゃないとやっぱ盛り上がんないんで、ワクワクしないわけないですよね。こんなカード組まれて日本人で世界最強の選手じゃないですか、これほど燃えるカードはないと思いますよ。自分でも見たいですもん。世界最高レベルの、まあ、ゴミ選手とか名前があったとしても、まあ、ピークは過ぎてるんで、名前があるからお頑張れってなるかもしれないです。格闘技としての面白さはそこは違うのかなと思うんですよ。那須川くんやろうよ。だからそのみんな UFC とかに流れちゃうと思うんで、そこをもう一回火をつけたいなと思ってこういう挑戦をしましたね。一試合キックをやってって考えなかったですか。いや、あのライジン側はそう言ったんですよ。でも自分の中で1試合その違うやつとやってどうのこうのよりだったら最初からやっちゃった方がいいんじゃないかなと思って、そっちの方が面白いかなと思って。負けらんないですね。負けたら本当に自分がやってきたものとか、今キックボクサー代表として戦うんで、まあ、そういうのが全部崩れ落ちてしまうと思うんで、全部があって総合なんで、ジャンルごと破壊しなきゃダメかなと。多分誰よりも強いんじゃないですか、今までやった相手の中で。自分はまあジャンルというか、まあ堀口教授っていうこう今まで築き上げてきたものを壊してやりたいなと思ってます。まあ天心君と今自分が MMA 喧嘩とかしたら絶対自分が勝つじゃないですか、当たり前に。相手の土俵でそれを見せたらもう何も言えないじゃないですか。ああ MMA だから負けたんだよね、天心君大丈夫だよ、そうじゃないです。言い訳を作らせない状況を作って、で自分勝てば、お互いリスクもあるじゃないですか。だけどやりたい、だけど試合がしたい、だけど勝負したい戦いなんで、すごい腰低くていい子だなとは思いますけど、やっぱどっかでなんだろう天狗じゃないけどあるんじゃないかなとは自分は思いますね。だから自分がちょっとへし折ろうかなと思ってます。自分はこうずっとリスペクトしてこう話してますけど、試合になったら本当に絶対勝ちますよ、はい、絶対勝ちますよ、絶対勝ちますよ。だからまあ甘く見んなよと、格闘技は年齢じゃねえって言いたいですよね。絶対に勝てると信じてるでしょ。まあ、やっぱり根本は自分を信じてますから、わざわざ嫌いなアメリカまで行って何のために練習してるかって、やっぱり勝つためですから、それでなんだろう、それでいて日本も盛り上げたいし、人生今んとこ格闘技しかないですから、自分の人生を。関係なくやっぱこのチーム力っていうのはすごいものだと思います。
ま今の MMA やるようなルーティンの練習でそのまま天心戦に行くっていう方が勝てる要素は増える気がしますけど。キックやろうと思っちゃうと厳しいと思いますけど、これでキックのジム行ってキックの練習ってやると距離がちょっと近くなっちゃったり、相手に合わせない、合わせないで自分の今までの MMA 打撃をぶつけるっていうイメージの方が見えてくると思います。まあ、キックボクシングをそれは習います、習ってますけど、自分のスタイルは自分のスタイルで絶対持ってるんで、そこをなくしちゃうと自分じゃなくなっちゃうんで、まあ自分のいいとこを伸ばすって感じです。まあ二平さんスタイルの打撃はやっぱりどこ行っても通用するかなと自分は思ってますね。俺も興味持ってるから、あいつには、あいつじゃねえ、那須川君には危険性は感じるよね。10あれば2ぐらいは危険性を感じる。だからキックでやっても8は勝てるんだよ。すげえやりづらいと思うんですよ、天心側からしたら。教授君の独特の距離感がやっぱ抜群じゃないですか、遠いんですよ。MMA ファイターはキックの選手より遠いですけど、やっぱそれよりさらに遠いですね。自分は自分の攻撃する時だけ中に入って、遠くにいれば相手の攻撃は当たらない。キックでは全然もらわないじゃないですか。でもところがその相手が MMA ファイターになった瞬間にやっぱり飛び込んできたりとかする打撃に対して反応できてなくてもらったりすることもあるんで、まあ、そういう飛び込みとかの専門なんで自分は。入れるスピードだったり、その騙しだったり、その行かないよ行かないよを見せておいて行ったり、そのちょっとしたテクニックはありますけど。キックの選手そういうことやらない？まあやらないですね。はっきり言って距離がもう近いんで、相手がこのガクッてこう固まっちゃうほどのフェイントはやっぱ使えてないですよね。やっぱ自分みたいに飛び込んでくる選手がバッてこうフェイントすると相手ってちょっと固まるんですよ、ガクッて。そういうフェイントも多分体験したことないと思うんで。キックをかさまない、そして今の同じルーティーンでいくっていう、うん、堀口教授君のこのタイミングには期待ができるんですよ。堀口君ものすごい倒し方いっぱいしてるんですけど、最近、うんうん、オープンフィンガーだからだなっていう経路に見えるんで、オープンフィンガーのスピードと8オンスつけるとやっぱり遅くなるんですよ、うん、8オンスグローブになった時にどうなのかな、だから全然違うと思うんですよね。8オンスのグローブ使ってるんですけど、全然そのオープンフィンガーと何ら変わんないな、まあ見てれば分かります。いいですけど全然。でだって自分全然スパーって言っても遊んでるだけっすよあれ。自分この時に天心君知らないですか。いや自分がわざと近くしてるんですよ。出させようと思ってるのになかなか来ないんですよ。いきなり飛び込んでくるからね、それ気をつけて。あとフェイントもちょっとうまく使って。ナイスロー、うん、30秒。全然やっぱ自分の攻撃に反応してないなと思いましたね、まあ、本当に距離が長いなっていうのが一番思ったことと、まあ、あとは本当に一瞬で消えるというかこういう感じです。はい、わかります。視界は見えてるんですけど、なんかもうチュンみたいな感じで打ってきてましたね。怖い。ナイス、いいね、そう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 、そういう
おい、いいね。相手が避ける癖で避ける場所に打ったらいいよみたいな。どう避けるかを見てる。そうですそうですそうです。で教わったんですよね。いいね、そう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 。あ、1分。え、感想まあ思ったままっすよね。やっぱ反応できてないな。自分の、え、見てそう思わない？わざわざ嫌いなアメリカまで行って何のために練習してるかって、やっぱり勝つためですから、まあ、どんなルールとか関係なく、やっぱ組織、このチーム力っていうのはすごいものだと思います。やっぱり MMA 代表じゃないけどとして、まあキックに挑みたいなと思ってますね。やっぱり MMA 選手は強いんだよっていうのを見せたいなっていうのがありますね。 Kyoji is a special talent. You know, we have many fighters in American Top Team. We have people from all over the world that come here to train. I think he's already the best pound for pound fighter we have. I would say we have fighters here who are world class, elite level.We prepare for everything. We do it as a team. You know, it's teamwork. He's that gifted of an athlete. You know, so we make small changes, study the rules, and find out which attacks Kyoji likes to use that will fit within these rules. If there's anyone that can overcome these advantages, it's Kyoji. His best attribute is his work ethic. He's the hardest worker that I've met. He's the hardest worker in this gym, and that's saying a lot. This is a big gym.Perhaps the best gym in the world. I think he outworks everybody. ここにいたらストレス溜まるんですよ。もう上と下の行き来だけなんで、練習だけじゃないですか。もう自分はそれに捧げてるんで、自分はここで大丈夫だからっていうんで、まあ、ご飯は大体もうブラジリアン料理。ほぼ毎日です。昼飯行った時にテイクアウトも買っといて、で夜食べる。これぐらいしか来ないですよ。日曜って何されるんですか？結構そのインスタとかでもメッセージとか来るんですけど、遊びませんかみたいな。女性なんですけどまあでもそういうところには行かないんで、疲れちゃっててもうそれどころじゃないです。人生今んとこ格闘技しかないですからね、自分の人生を。まず UFC を離れた理由から言いますと、当然ながらのオファーもらってました。ただ条件が今一つだったと。まあその評価と言いますのは、同等の例えばランキング2位3位4位のファイトマネーを見るわけですね。じゃあそこと比べてどうなのってなった時に低いんじゃないかっていうところで、まあ言われたのが知名度が低い、もう一つは英語ができない、まあ、この2つ言われまして、だったらもっと知名度上げようと同時に日本の格闘技盛り上げるのもいいんじゃないかと。那須川選手は今現在キックボクシングのスーパースターっていうことで見られてますけど、 UFC、ベラトール、 1FC、 そういった団体が非常に興味を持っている選手でして、 MMA でも無敗、キックボクシングでも無敗、そういったスーパースターに勝つということはやはり相当の評価をもらえるだろうと。で特に UFC に限って言えば、堀口教授っていうのは日本で知名度が低い。でこれを逆に那須川選手を興味を持ってる UFC がどう見るかってなると、見る目がまた変わるんじゃないかと。まあそのチャンスをいただけたっていうことですよね。やはり自分のキャリアを積み上げていくためにも非常に大事な試合だと思ってます。中学の時に
まあやっぱりどっちが勝つんだろうなと思って見てましたね。やっぱワクワクする気持ちで見てましたね。それを今自分がやりたいなと思って、あの試合みたいに日本を盛り上げようとしてこういう試合をやりますって言いたいですね。おいいじゃんっていつもの感じで多分言うだけだと思いますけど、余裕でしょみたいなやっぱりこのタイミングで日本に帰ってこれてよかったかなって。でやっぱ勝って2人の師匠に今伝えたいなと思ってます。はい。